日本国憲法の施行から75年となる記念日にあたり、最高裁判所の長官が会見し、デジタル社会での裁判所の在り方を見通し、課題に取り組みたいなどと話しました。デジタル化は今後の裁判の姿、裁判所の姿を全体として大きく変える契機となるものであり、私たちは国民の生活様式や利用者のニーズに即し、これからのデジタル社会における裁判所の在り方を見通しつつ、この課題に取り組んでいかなければならないと考えています。最高裁の大谷直人長官は、民事裁判の手続きで IT 化が進んでいることなどに触れ、情報通信機器に馴染みのない人も含めて広く国民がメリットを受けられるように、裁判手続きのデジタル化を進めることが重要との考えを示しました。また、成人年齢の引き下げに伴い、来年からは18歳以上で裁判員に選ばれることについて、裁判員制度に若い世代に積極的に参加してもらうため、法教育の実情を踏まえた情報発信に努めたいと話しました。